刑務所っていうのは、はい、更生して社会に適応するためにあるという建前の施設ですけど、はいはい、いやいやもうそういうの僕すごいあったと思いますよ。更生しました、ある意味。おお、割とこうその対人コミュニケーションスキルみたいなものは、はい、でもさっきなんかバカバカって連発してましたよね。いやバカバカはまた別の話ですからね。それとは違うレイヤーの話ですから。あ、でもじゃあ一応刑務所はお世話になった方々にこう挨拶をするとか。あ、そういうことはもう、はい、以前もまあやってたわけだけど。いや以前はやっぱりちょっと足りなかったんですか。足りなかったと思います。へえ、すごく。ってことは刑務所役に立ったってことですか。役に立ったと思いますよ。お、そこはやっぱり教訓で、その要は例えばそれまでは僕だけがガーって有名になっちゃって、その挨拶がないとかって言われるんですよ。ああああ、それも別に直接言われるわけじゃなくて、それは知らない人だから言われるわけないんだけど、まあ、何人かこう通したあの人が、うん、ホリエモンが連絡がないとか挨拶がないって言ってるよとか言われて、うんうん、いやでも知らない人だからどうすればいいんだろうみたいな。なるほど。何のために挨拶するんだろうみたいな、僕は考えてたんですけど、ああそれは理屈じゃないんですよね。ああ、いやー、刑務所役に立つんだな。次行きます。東方息子さんから、山口県に半官半民の刑務所がありますが、はい、今後刑務所を民間が運営していくことはありますか。無所暮らしをした堀江さんから見て刑務所ビジネスって何かありますか。民間はでも喜連川とか島根朝日とか、そのさっき言った山口峰とか、あと何箇所か刑務所全体じゃなくて、その運営だけ委託してるとかって言うと、黒羽とかもそうなんですけど、そういうのは増えていってますよね。刑務所ビジネスっていうのは可能性がありますか。刑務所に仕事発注するのは全然ありだと思います、ね。はい、結構発注してる会社ありますよ。紙袋作ったりとか、僕もやってましたけど、果物ネットとか、はい、ゴルフティーとか、いろんなもの作ってますね。民芸品とか、はい、僕が作ってたものはキノコキャップとか、はい。でも堀江さんだったら本当はなんか IT のなんかやってたらもっと刑務所儲かってたんじゃないの。まあ、刑務所はだからそういう感覚はないですよね。儲けるとかいう感覚はなくて、でも本当は刑務所ももうちょっと作業報奨金を上げてあげて、で社会復帰した後大体だって2年入ってても10万円いかないですからね。あ、作業報奨金持って帰れるのが、まあ、堀江さんの場合はいいけど、一般受刑者の方はもうちょっとあった方がいいよね、きっと。まあもうちょっとないと社会復帰できないし、あんな単価でやってたら労働のそのなんていうのか喜びとか多分感じられないと思うんですけど、まあ刑務所の人って一生懸命営業やってるんですけど、まあまあ勘ですからねつっても、まあなかなか難しいですよね。その報奨金上げれば、まあだからあれだよね、社会復帰するとロケットスタートっていうか、ある程度資本になるし、いきなり10万で放り出されてもちょっとね、なかなか大変ですよね。そのために更生保護法人とかそういうのがあって、うんうん、でまあこれから僕そういうのを支援もやっていこうと思ってるんですけど、それはまあ社会を良くする運動という意味で、その要は社会復帰して再犯されるよりは社会復帰してまあ人間になってもらった方がいいわけじゃないですか。まあ、社会的なコストも低いと。そうです、そうです。だからそのためにこう僕ができることをやっていきたいと。なるほど。東方息子さん、だからあれですよね、刑務所だけじゃなくて刑務所関連 の、 その社会復帰も含めたそういうところにちょっとビジネスのいろんな種がありそうだということですね。次です。三角錐の下さんです。なんだこれ。こんばんは、はい、ブラック企業に勤めているものです。月100時間を超えるサービス残業、入社から変わらない給料、上司のパワハラに心身を壊しそうになりながらの毎日です。かわいそうじゃん。でもあれなんじゃないですか。入社から変わらないのはそいつのスキルが低いからじゃないですか。まあまあまあ、ちょっと、まあ、優しくしましょう。刑務所の中の方がよほどホワイトではないでしょうか。報道されているような日本のブラック企業についてどのようなお考えをお持ちですか。そもそも入社してから給料が変わらないって何かまずいのっていう気はしますけど、ね。我慢しちゃうんじゃないですか。っていう気はしますけど、ね。我慢しちゃうんじゃないですかね。こういう人はね。だって給料が当然上がっていくっていうのはおかしいじゃないですか。じゃあさ、この月100時間を超えるサービス残業についてはどう。やらなきゃいいんじゃないですか。僕だったらやらないですけどね。やらない。はい。いや、やりたくなければですよ。僕は やりたい仕事はやるけど、やりたくない仕事を我慢して100時間サービス残業とか絶対やんないですよ。でも上司のパワハラはどうすればいいんですか、これ。僕はだったら上司に文句言いますけどね。ふざけんなことやろうっつって、バーカっつって。だからこうやってなんか我慢しちゃうきゃいけないんだね。
こういう方はね、上司って部下に、うん、実は弱いから部下にグワーって言われたらえって思いますよ。これ男性か女性かが分かんないんだけどね。いや、男性と女性でも一緒だと思いますよ。そのパワハラをしてるからって言って、うん、そのあの上司からの目線だなって言ってるけど、僕はあのずっと部下だったんで刑務所の中で、うんうん、結構上司からパワハラじゃないけど、まあ直接的な暴力とか当然できないからやらないですけど、うんうんうん、結構怒鳴られてましたから、でそれを結構適当に僕かわしてましたんで、あの、まあ、僕は本当だったら、うん、そのシャバだったら、うん、あの社会だったら普通に文句言ってこのバーガーっつって終わりなんですけど、言えなかったんで、あすいませんとかって言って適当にいなしてました。だからひょっとしたらこの人は刑務所の中にいるようなのと同じ状況にいるかもしれないですよね。いや、だってそんな状況あるわけないじゃないですか。辞めればいいんだもん。いやいや、だから辞められないっていうのは。なんで辞められないんですか。刑務所は辞められないですけど、まあすね、会社は辞められないんですよ。いやいや、僕は、僕もそう思うんですけど、一応、はい、ほら、一応番組的にはこの人の立場。いや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 、それはもう絶対ないです。会社は辞められるんだから。いや、俺はね、俺はそうじゃないと、番組が成立しないから、ちょっと一応。辞めりゃいいんです。まあ僕もそう思うんですけど、なかなかそう思えない人もいるってことですよね。それはその人が悪いんです。三角錐の下さんは、やめてください。いただけましたでしょうか。はい。あ、どの句ね。富山と藤山さん。TPP 参加が加速する勢いですが、日本の農業に未来はあるのでしょうか。野菜や米の、うん、野菜や米のブランド化にも限度があるような気がします。細々とやっている田舎の農家はなくなるのかなっていうことなんですが、いかがでしょう。細々とやってる田舎の農家はなくならないけど、兼業農家はなくなるでしょ。それはいいことじゃないですか。で、うん、TPP はどうですか。いいんじゃないですか。いいですか。だっていいとか悪いとかじゃなくて、そのおかしくないですか。その自由貿易になってないとか、確かにそうですね、その制度とかがどこになんかいろんなところですごい違うとかっていうのが僕はなんか変だと思うんで、いわゆる食料安全保障なんていうのは関係ないと。だって例えば昔は日本は幕藩体制の時とかは藩ごとに全部こう違ってたわけじゃないですか、はいはいはい、だけど今日本全体で一緒じゃないですか。そうですね、うん、まあ、だから国という単位で考える必要はないってことですね。それを特別に昔はほら藩っていう単位で考えてたのが、はいはいはい、今国って単位で考えてて、そっちの方がいいでしょう。はいはいはい。昔みたいになんか関所とかあった方がいいんですかね。いやっていう考え方ですよね。でもそれこれを世界的に考えればね、関所みたいなもんだと。それは なんでそんなことで文句言ってるのかこの人たちはよくわからないっていうのが僕の感想です、ね、はい、おそらくね、ホリエモンは強いからそんなことそういうことを言えるっていう意見についてはどうですか。気の持ちようでしょ、それは。ん、気の持ちようだと思う。気の持ちよう、はい、みんなホリエモンみたいに強くなりなね、うん、いや俺基本的にホリエさんと同じ立場なんだけど、俺はすいません本当。でもほら俺そうすると立体的に番組が構成できないんで、金ミレイさんとかにねなればよかったですよ ね、 ここね MC ね。次です、デコイチさん。夏に参議院選挙があります。仮釈放中の人って出馬できるんでしたっけ。できないんだって、はい、公民権停止されてますんでできません。ちなみに政治団体としてはどれがシンパシーありますか。自民、維新、民主。まあ維新ですかね。維新が一番近いっちゃ近いですよね。橋本さんからはなんかアプローチが。いや、橋本さん僕ちょうど収監されるのが決まった日にお会いする予定になってて、ええ、はい、たまたま秘書の子が、はい、あの僕の飲み仲間の友達というか、はいはいはい、橋本さんいいですか。いいと思いますよ、はい、ガンガンやってほしいですよね、はい、橋本さんがいる限り僕が出る必要ないかなっていうぐらい。え、それがいい。頑張って。憲法改正はどうですか。いいんじゃないですか、改正すれば。改正すれば、はい、なるほど、はい、いいんじゃないですか、はい、ムチエパチパチさん。ムチエパチパチさん、堀江さんがお勤めしている間、教育現場での体罰が社会問題になりました。なりましたね。体罰はダメとも言えないのが現場だと思います。一概にはね。世の中にはパンチしないとわからないバカもいます。堀江さんの体罰に関する考えを教えてくださいってことです。僕は体罰したことないんですよ、自分が。されたことは。されたことはもうありますよ。僕らの世代はね、パンチもビンタとかも ね、石の上に、あの砂利の上に、あの竹刀を挟んで座らせる。そんなことやられました。あ、僕結構やられてるんですよ、こういう性格じゃないですか、はいはい、だから結構もうやられバッチバチですよ、もう。え、でどうですか、体罰は。多分ムカつく子供だったと思いますよ、昔から。いや、だからやる必要ないでしょ。必要ない、うん、まあ、結論はそうですね。いや、僕も体罰はやる必要ないと思うんですけど、なんでこれ体罰必要だっていう人がいるんですかね、世の中にね。やっぱ
りなんだろう、暴力フェチっていうか、暴力フェチか、殴るのが好きだみたいなのはあると思いますよ。その S 体質というか、そういう人ってでも殴られるのも好きなんですよね。